道路は静岡県富士市から静岡県富士宮市を通る国道139号における自動車専用道路である。静岡県東部に位置する富士市と隣接する富士宮市の南端部を結ぶ路線延長約 7km の高速道路区間で並行する国道139号の東名高速道路開通に伴う混雑の解消に資するバイパスとして建設され、 1982年の供用開始以来、日本道路公団及び中日本高速道路が管理する一般有料道路として運用された。その後、2012年4月に償還期限を終えて無料開放され、現在の管理者である国土交通省へと移管された。長らくバイパス道路として供用されたが、2015年4月より、現道の対象区間が、 国道から県道へ指定され、一般国道は西富士道路に一本化された。有料道路当時の距離表は、路線単独の延長を記した標識が用いられて、いたが無料開放され国土交通省に移管されてからは、国道139号の起点である富士市沈下を交差点からの通算距離を表記したものに取り替えられた。 道路法における自動車専用道路にかかる法規制の示す通り、本路線においても 125cc 以下の車両及び歩行者は通行負荷となっている。富士 IC 付近、南北に西富士道路が走り、東西に東名高速がかかる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成本路線は、東名高速のインターチェンジがある富士を起点とするが、路線の正規点は、 国道139号から連続する地点ではなく、静岡県道353号田子浦港、富士インター線から伸びる本線部分としている。下り線は起点部で一般道と接続するが、上り線は透明高速に流入するランプを共有し、信号機も設置されているなど、上下線で一般道との接続地点と構造が異なっている。高速道路と、 一般道の相互利用が可能となっているが、ゆえに、富士一帯は構造が複雑になっており、東名高速と一般道との接続はすべて、西富士道路の本線、または側道を介している。富士通過後に差し掛かる広見は、富士式北中部にあたる大淵地区の最寄りで入り口となり、主導を介して、静岡県道72号富士白糸滝公園線と接続する。 路線の中間地点にあたる新富士で新東名高速につながるが、富士とは違い一般道との出入り口を持たない、実質的なジャンクションとなっている。市境付近で、西富士料金所跡地を抜け、終点である小泉で、静岡県道七十六号富士富士具由衣線と、分岐する小泉若宮交差点と、平面交差し、本線はそのまま、国道百三十九号の一般道である。 富士宮バイパスとなり、富士宮市北部を通過する自動車専用道路の富士の宮道路へ接続する外上交差点に至る。南北に隣接する富士市と富士宮市を結び、路線型は概ね北西方向に伸び、途中に東名高速と新東名高速が交差する。前線で急道に当たる静岡県道414号、富士富士宮線と並行しており、富士と小泉にて、 分岐接続している。片側1車線の急動に対して、全線が片側2車線で運用されており、富士広見及び旧西富士料金所小泉については、最高速度が時速 60km であるが、その他の区間においては時速 80km となっている。高速道路一般道24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。